レオニード・マカロビッチ・クラフチュクは、ウクライナの政治家、ウクライナ初代大統領。1934年、ソビエト連邦ウクライナソビエト社会主義共和国、リューネ州に生まれる。1958年、キエフ国立大学を卒業し、ソ連共産党に入党する。1970年、ウクライナ共和国共産党、中央委員。ソ連共産党中央委員会。 付属社会科学アカデミーを修了し、経済学博士候補号を取得。以後、ウクライナ共産党中央委員会宣伝、先導部次長、イデオロギー部長、初期、政治局員を歴任する。1990年には、ソ連共産党中央委員に選出される。同年ウクライナ最高会議議長に選出されるが、1991年8月のクーデターの後、 ソ連共産党を離党する。12月に実施された大統領選挙で初代大統領に選ばれ、ウクライナ独立を宣言。12月8日、エリチインドシア大統領、シュシケビッチベラルーシ最高会議議長とベラルーシのベロベーシの森で会談し、ソ連からの離脱と独立国家共同体の結成で合意した。この会談の結果、12月31日にソ連は崩壊した。 ウクライナ独立後は、積極的なウクライナ化政策とロシア離れ政策を推進するが、経済危機に対処できず支持は失墜。1994年の大統領選挙で、レオニードクチマ首相に敗北した。しかし、同年9月の補選で議員に復帰し、2006年5月まで議席を維持した。ありがとうございます。